皆さんごきげんよう、ひろです。なおです。今回皆様にご紹介するお店はどこいこチャンネルのインスタグラムの方で、はい、フォロワーさんの方に質問させていただきました、はいはい、皆さんのおすすめのお店を教えてくださいっていうことで、はい、たくさんの応募ありがとうございます、はい、でその中から複数名前が上がったのが、うん、こことんかつの名店、はい、勝平さんだったんですよ。はい、そうなんですよ。びっくりしたね、僕ら知らなかったから、うんうん、だから今回ちょっとね勝平さんの方にお邪魔させていただきました、うん、はい。でこちら勝平さんなんですけれども、うん、日生地区で唯一のとんかつ専門店ということで、うん、今ね18年やられてるそうですよ。はい、もうね大人気のとんかつ専門店でございます、うん、はい、そしてこちら見てください、うん、こちら勝平ランチという、うん、メニューなんですけれども、うん、まあ、ランチとつきながら夜も頼めるということでね、うん、見てこれもう大ボリュームでしょ。めちゃくちゃすごい、ね、私好みでございますよもう、はい、はい、そして奈緒さんはもちろん安定のビールと、はい、もちろんでございます、ございます、はい、もうね本当飲まない日がないね、あなたは、はい、はいはい、どうぞもう好きに飲んじゃってください。はい、嬉しそう店内はね15席ほどで満席になるので、うん、行きたいなっていう方は事前に予約をする方がおすすめですよ。はい、それではいよいよ登場していただきましょう。こちら奈緒さんが頼んだチーズカツ単品でございます。はい、単品って言っても2枚あるけどねすごいボリュームだったね、うん、これねどう言ったらいいんだろう、うん、ね子供のグローブぐらいあるよ確かに確かに、はい、でもねトロトロチーズが、うん、ねこれどうやって入れてんだろうね。ねえ、うん、いただきます。はい、どうぞ。今回はねビールと一緒に食べるように、うん、はい、単品で注文させていただきました。よっ、のんべえスタイルこれね一口食べるとね、うん、ソースがね、うん、和風のデミグラスソースみたいな感じで、おしつこくないの。あっさりだったね。確かに、そうそうそう、だからこってりチーズと相まってすごいバクバクいけた、うん、なるほどね、うん、でねこれ私が頼んだ勝平セットでございます、うん、すごかったね、はい、これをね視聴者の方から、はい、ぜひ食べてみてくださいということだったんでね、うんうんうん、注文させてもらったんだけど、うん、なんとヒレカツが2枚に、うん、チーズカツが1枚の、うん、合計3枚の入った、うん、超お得セットでございますよ。美味しそう、ね、で定食にしたんで、うん、ライスとお味噌汁がついてきておりますと、うん、いたところでございます。はい、勝平さんの豚肉は、うん、植物性の餌のみで育った味と風味がよく、うん、柔らかジューシーな好評の高いブランド豚、うん、四万十ポークを使用してるみたいでしょ。四万十ポーク、うん、でね、なんかね当初、うん、最初はねなんか 200g だったんだってお肉自体、それがねなんかお客様に喜んでいただけるように、うん、まあ、厚めに切って出してた結果、うんうん、どんどん大きくなったってもうね、うん、店主の優しさですよ。 そう、だからもうほんと200とかじゃないよ今はね。全然あるよね、うん、でね、うん、ずっしりいっぱいこうあるんだけども、うん、全然胃もたれしない。あ、もう多分ね、うん、油が違うんじゃない。あ、そうそう、なんかね油にもこだわってるみたいで、うん、なんかこうブレンドした油を使用してるって書いてあったよ、うん、あ、やっぱりか、うん、もうあっという間にね、ペロリと完食してしまいました、うん、はい、非常にね、うん、大満足、お腹いっぱいになってね、うん、もうリピート確定でございますな。はい、はい、で、うん、こちら勝平さんなんですけれども、うん、テイクアウトもめちゃくちゃ好評ということでね、うん、これ他のお客さんの取らせていただいたんですけれども、うん、めちゃくちゃでかいでしょお弁当でも。すごい人気みたいだったね、うん、すごいね、うん、どん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 取りに来られてたよね、うんうん、それでは現場のお二人に戻します。ごちそうさまでした。いやもうね大ボリューム、お腹いっぱい、ね、めっちゃ食べた。ほんとね、うん、もうとんかつ、うん、油が多分ねいい油なんだろうね、うん、全然しつこくなくて、うん、すっす食べれちゃう。そう、野菜の量も結構しっかりボリューミーにこう置いてくださってるので、うん、お肉とお野菜と一緒のいい塩梅で食べれた。確かに ね全て計算されたバランスなんでしょうな。はい、はい、でね、うん、最後ねもう見ていただいたら分かる通り、うん、
もう多分なくなっちゃったら閉めちゃうのかな、ね、だからね5時からのオープンなんで、はい、皆さん本当に食べられたい時は、うん、もう早めに行くことをお勧めします。そうだね、ランチもねやってますからね、うん、あとお持ち帰りすごい買ったね。あ、すごかった、ね、次から次へといろんな方が取りに来られてて、うん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 、超人気店なんでね、はい、ぜひ日奈瀬に来られた際はですね、はい、こちら勝平さんにですね、はい、カツを食べに来てください。はいはい、私たちねこのようにですね、はい、岡山のグルメ情報だったりスポットなんかをですね配信しておりますので、はい、ぜひご興味ある方は過去動画のチェックの方もよろしくお願いします。はい、情報等ございましたらコメント欄に残していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、以上どこいこチャンネルのヒロでした。ナオでした。バイバーイ。バイバーイ。